その日は随分と平凡で当たり障りない一日だった。暇つぶしに聞いてたラジオからあの話が流れ出すまでは非常に残念なことですが、本日地球は終わります。どこかの国の大統領が泣きながら話をするまでは。の前にその向こう白衣の科学者たちは素晴らしいと手を言った。疑うよ。そこから見る街の風景はまるで実験施設のような。